だなよしご私到着しました軽井沢に久々の旅行ですねやっとっていうか普通に着いたいやめっちゃ近かったホテルに行きます多分これ距離発見ほらすごいよすごいすごい素敵今日泊まるホテルはホテルインディゴっていうねすごい素敵ですこんな感じすごい素敵に果たして予約はできてるでしょうかやべさまってやつですねえやべさまって、うん、すごいいい感じ素敵めっちゃいいねじゃんじゃあこれそうだねよいしょあそうお風呂がここについてるのいいねわあすごいかわいいじゃんどれどれよくないほらあこういう感じねそう温泉ではないけどイエーイ到着じゃーんこんな感じのホテルですベッドとお風呂がここにあるで外が見えるって感じのホテルいいじゃんお腹すいたどこのお蕎麦屋に決まりましたキリサトかな、とりあえずキリサト？うんキリサトは、まあなんかこうどのサイトにもとりあえずずっと地元民で選ぶ YouTuber のやつもじゃあそこ行こう軽井沢紫スポーツ店のこの電動チャリを借りますイエーイめっちゃいいじゃん超かっこいいよ乗れるなんて乗れるよそんなんならないよこれめっちゃいいねあーこれだお蕎麦屋さんに到着しました絶対美味しいじゃんこれ絶対俺るんだよねおはようございますうん普通のうまいやろねうんうまいすごい終了終わったもう終わっちゃったの旅が終了してしまったうん、ふっとる顔ともうまいもんうまやばいねやばくない当たり級の当たりお風呂に入りますよ今からサウナスパケチやね ザーザーだった気持ちいい幸せ空気がいいレストランですベーコンの相性がめっちゃいい、うん、うまかったこれ
あ、テラスはテラスで気持ちよさそう。うん。ね。うまいな、マジで、朝飯。うまい。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。久々にホテルのご飯こんなうまいんだって感動した。この後10時半からサウナだったので10時半ぐらいに向かいたいと思います。晴れ女なのに全然晴れないんですけど。はい、ということで今日一番の楽しみにしていたサウナに到着しました。見て、晴れた。天才じゃない？こんな感じでめっちゃ可愛いガーデンにサウナがあってジャグジーがあるらしい。飲み物がこっちにあって冷たいのとこれ温かいルイボスティーです。 ありがとうございます。死ぬと思った、はあ、汗すごいです、はあ、温泉とかじゃね、マジ味わったことない暑さ。こちらのビタミン C と糖分の補給に、はい、あの庭で採れたカシスをジャムにしたものです。ありがとうございます。召し上がってください。気持ちいい。自然がやばいね、目の前。サウナを紹介します。暑いな、暑いな。1人4,500円、2時間すごい可愛い。ここ可愛いカフェを見つけたので行きたいと思います。ローリングピン、うん、可愛い。おいしそう。可愛い。美味しそう。ピンチも韓国のオルチ来たみたい。すごい。え、これめっちゃ可愛いじゃん。2,500円だよ。これ絶対色に合う。黄色ばっか染めちゃうけど。旧軽井沢に来て恋みくじをしています。私もやろう。てかうまくいく流れね。今思いっきり楽しんでね。いつでもできるからと後回しにしていることを今日やってみなさい。恋の成熟に近いない近いない。もでも私も緑だよ。はい、今日のご飯はお蕎麦にやってきました。また今日もお蕎麦。本当はねステーキ食べようと思ったんだけどちょうどやってなかったのでお蕎麦を食べてきました。川上庵っていうところ、友達がね美味しいって言ってたのですごい楽しみです。今日はこんな感じで行きまーす。ゴリゴリ Y2K みたいなファッションしてしまった。これ前に大阪のフリーマーケットで買った200円のスカートとコーディーブックで買ったやつでーす。いやーでも最後に本当にホテルインディゴめっちゃ良かったです。ご飯も美味しいし、温泉がマジで何より。あのね、サウナがついてるんですけど、サウナの水風呂がめちゃくちゃ冷たくて、だいぶ整う。本当に気持ちくて、
昨日もお昼にサウナ入ったんですけど、夜も2回サウナ入って、一昨日なんて2時間私お風呂にずっといたっていう、すごくねゆっくりした時間を過ごせました。食べ過ぎて胃が壊れてるんで、優しいご飯をまず。白い服汚さないようにね。うまっ。うまっ。めっちゃうまいよ。ああ、魚を求めてた。最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、いいね、インスタグラムのチェックもお願いします。また旅したい。バイバーイ。